皆様こんにちは。こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。前回ですね、はい、紹介させてもらったジムニーなんですけれども、おかげさまでご契約いただきました。はい、ありがとうございます。それで、まあ、すぐ本当にあのネットにアップしましたか。これしなかったですね。そうだよね、はい、違う車見にいらっしゃったお客様で、そのご希望のジムニーがちょっと売り切れ、ご契約ご注文いただいた後にいらしたお客様がたまたまいらっしゃって、はい、でこれがまだアップする前でこういうのもありますよって言ったら、これがいいっておっしゃってたよな。たまたま探してた色だったようで、よかったです、はい、よかったです、うん。それでですね、今回は、はい、こちら、まあ、もうかっこいいんですけれども、はい、お客様の方から何点か作業をご依頼いただいてますので、はい、その作業風景をご紹介しようかと思っております。はい、でパーツがこちらですね。はい、2つ、はい、これはいわゆるマフラーですね。マフラーごっついね。ごっついですね。五次元さんも、はい、セレクトしていただきました。結構真ん中からだな、後ろだけじゃないんだ。そうですね、この方から、あと2本出るような感じ。だいたいね、マフラーっていう交換するとここだけ、はい、太鼓と出口だけって感じが多いんですけど、真ん中もそうです。前回クロスビーの、紹介したやつも1個そうでしたよね。はい、ちょっとちゃんとしてますね。すごいですね。まずこちら、はい、とこちらオーバーフェンダーですね。はい、これはジャオスさん。ジャオさん、どうしてもこの選択185はいいんですけどね、はい、225、うん、正直ちょっと出ますかっこいいんですけど、うん、出ちゃうんです。そう、ちょっとはみ出しが少し、これはみ出ちゃうと車検が通らないんですよね。うん、かなりグレーです。ちょっとギリギリかなんかちょっと出てるかなぐらいの、うん、フロントの方が分かる、ね、フロントの方が分かりそうですね。出ちゃってる。でもね、いくらか法改正が行われてまして、はい、このボルトとかはダメなんですけど、はい、このタイヤの部分は多少はね、10ミリだったかな、あ、でしたね、はい、うん、はね、出ても一応いいですよとはなってるんですけど、はい、まあ、ただこればっかりはね、前々から言ってますけど、いろんなディーラーさん、K の陸運支局の検査員の方、はい、もうね、個人的な解釈がすごいので、はい、困っちゃいますね。あっちは OK だったよ、こっちはダメだったよってケースがもう往々にしてありますので、今回はオーバーフェンダーで一応出ないように、はいはい、隠しましょうというところです。あとはそれぐらいか。あとそうですね、ちょっとこの今回の動画では紹介しないですけど、うん、直前直鎖がちょっとこれだと見れないので、うん、そうね、もうそうですね、取り付け終わってます、うん、カメラもつけてモニターも、つけてますので、一応まあこう車検が通る状態でこの車っていうので、そうですね、はい、あとは純正バンパーなんで、後ろのね、衝突防止のプレートも特に必要ないと思いますので、はい、これでね、車検はもういけるんじゃないかなというところですかね。はい、ちょっとおかげさまでジムニーご契約ご注文いろいろいただいてますので、はい、この後もね、いろんなジムニーの紹介パーツとかもねできると思うんですけど、まずは今回こちらですね、はい、マフラーとオーバーフェンダー、そんなにね、重整備じゃないので、ちゃちゃっと一気にやってもらおうかなと思っております。はい、あ、音一回聞いてみましょうか。はい、音ですね。音ですね。わかりました。純正と比較を。ほい。あ、当たった。いきます。はい。これで3000。はい、どうでしょう。しかし軽自動車97だったと思うんですけど、うん、97までに抑えてねって話なんですけど、90前後、うん、はい、まあノーマルですからね。ノーマルなので、まあ、このぐらいで抑えてて、うん、で今回つける五次元さんも車検対応ということなので、うん、音の大きさも抑えられるとは思うんですけど、実際どうかという。そうだね、はい、まあ、収まらないとまずいので、まさにですね、そうですね、車検通す、通してから、そうですね、渡したいので、じゃあ早速作業の方
進めていってもらいたいと思います、はい、ではではよろしくお願いします。お願いします。完成しました。完成しました。ありがとうございます。かっこいいな、見違えたね。かっこいいです、変わりましたね少し。そうね、はい、これなんか本当にボルト止めしてみたいな。かっこいいね。そうですね、実はダミーなんですけど、ジャウスさん、ジャウスさんです、はい、フロントは両面テープ止め、はい、リアは両面とビス、ビス止め、はい、ビスが下の部分ですかね、端っこの部分だけです、前後とも純正バンパーなんで、はい、相性がいいですね、樹脂で。あ、そうですね、はい、これが社外で色入っちゃったりするともしかしたら浮いちゃうかもしれないんですけど、はい、すごくいいですね。で、以上念のためこんな感じで、はい、
これ、8mm、8mm です。ペンダーが 8mm、 1cm、 片側 1cm、 10mm までは出て OK って一応あるので、 8mm ギリギリで、2体は225、太い方、はい、結構ギリギリですね。実際こう見てもらって、紐が当たっちゃったり、こう押されちゃうと出てるよってなると思うんですけど、もうびっちりです。びっちりびっちり、はい、ちょうどくれてない、うん、で後ろもね、後ろもそして前の方がちょっと出てたね、はい、やる前出てたので、うん、後ろはもうゆとりあります、ね、なので一応うちのお客様というか、うちの扱っているジムニーで多いのが185か225、はい、でも225はやっぱ大きいので、逆にやっぱこういうのつけないと出ちゃうよってことですね。そうですね、車検通んないよってことになりますので、はい、225測れたいっていう方はこういう対策もありかなと、必要かなと思います、はい、とあとマフラーかっこいいね。すごいですね、日本出しでだいぶ存在感あります。いかついっすね。音を測りますか。はい、音も良かったです。よいしょ。エンジンかけます。はい。あ、もう音は全然違うな。低いですよね。うん。ゴーッとなってる。いきます。はい。はい、バッチリです。一番高い数値でも92ぐらいで、うん、ああ、はい、範囲内ですね。さすが車検対応、はい、うーん、これ5次元さんだっけ。5次元です、はい。クロスビーの時よりもちょっといい音ですね。そうですね、うんうんうん、低い、より低いというか、うん、はい、2本だからとかあんのかな。 あとあれだね、うちね、クロスビーは太鼓だけだったけど、このジムニーはセンターからだもんね。あ、そうですね。そういうのもあるのかな。音がより良くなってますね。乾いた音してますね。うん、重厚感でさらに。確かにかっこいいと思います。これで完璧じゃないですか、このジムニーはもう、はい、この車も近々この納車になりますので、そう、ね、はい、喜んでくださるかと思います。このやっぱり屋根がツートンっていうのがまたいい、いいね、良かったね。すごくなかなかないんですよね。ない、ツートンが有料色なんでね、はい、なかなかないんですけど。なので、最近ね、うちアトレのイメージが強いお店だと思うんですけど、最近ジムニーの方もちょっと頑張ってますんで、はい、ぜひぜひご興味ある方参考にしていただければなと思います。じゃあ今回はジムニー納車前のね、ご契約いただいちゃってるジムニーなんですけど、はい、タイヤのオーバーフェンダーとリアマフラー交換ですね、はい、お送りしました。ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。